昔々あるところにどんな時でも iPhone を手放せないネット中毒の旅人がいました。せっかく旅をしているのに iPhone ばかり見ているなんてもったいないということで、北風さんと太陽さんが相談しています。僕だったらあんな iPhone ビューンと風で吹き飛ばせるよ。いやいや、太陽のパワーに不可能はないよ。ということで、旅人から iPhone を奪う対決をすることに。ほら飛んでけ、ビュービュー。しかし旅人はがっちり iPhone を握りしめていて、ビクともしません。次は僕だよ。灼熱の太陽の下でネットなんかやってる場合じゃないだろう。ギラギラー。しかし夏コミ冬コミに慣れている旅人にとっては気温の変化なんて何のその。そこにやってきたのは海くん。水没させちゃえば iPhone なんてただの鉄くずだろ。しかし旅人が使っていたのは iPhone7 防水仕様だったのです。途方に暮れたみんなはバッテリーが切れるまで見守ることに。バッテリーがなくなっちゃえばさすがに使えないからね。あ、旅人はモバイルバッテリーを持っていたのです。北風さんも太陽さんも海くんもさすがに諦めましたとさ。